本日の1分でお答えするショート Q&A です。骨が薄くてインプラントができないと言われました。骨がなくてもインプラントする方法があると聞いたのですが、というご質問です。骨が全くなくてインプラントをする方法というのはないと思ってください。特に僕らが今扱っているのは歯根型といって根っこの形をしたインプラントです。これらのインプラントに関しては、骨がなくてもっていう形の時にはできません。で、骨が多少足りなくてもっていうところは、OAM という方法等で、骨を少し広げたりとか、あるいはのみ等で少し骨折させてあげて、幅を広げることでインプラントをすることはできます。それが骨が薄くてもインプラントができない方でも対応ができる場合というお話です。ただですね、それをやった時にインプラントの直径に対して約2ミリの幅が大きくないとインプラントは埋入しても予後が良くありません。そういった面では、全く足りないというより若干足りないぐらいであればやる方法はないことはないというふうに思ってください。もう一つ、サブペリオスチール、骨膜下インプラントというのが従来、日本の先生方で行われてきている方法があります。これは、ほぼほぼなくてもインプラントをすることができます。ただ日本で昔やられていたサブペリオスチール骨膜下インプラントはものすごく予後が悪いものです。そういった面では、今のところ僕らは推奨はしていません。ただ、僕らが、今アメリカのインプラント学会に在籍していて、そこで行われている科学的な骨膜下インプラントの方法等があります。これはある程度骨が薄くても対応できますし、予後もまあまあいいというふうにされています。そういった面ではまた私も研究過程ですが、そういったところが、施すことができれば骨がほぼほぼなく方にもインプラント治療は、提供することができるのではないかというふうに思っています。本日は以上です。